はい、どうも伊藤充でございます。ティラミスが大好評ということでございまして、ありがたいことにですね、私のお作りしましたティラミスが好評いただいておりましてですね、嬉しい限りでございます。ありがとうございます。ということでですね、改めてティラミスをどのようにして作っているのかっていうシーンをですね、お見せしていこうかなと思っております。ということで早速作っていきましょう。まずはですね、エスプレッソを入れていきます。今回多めに作りますので、エスプレッソを3杯分ほど入れてください。ここにですね、お酒を入れていきますね。カルーアを 20ml、 そしてカカオホワイトも 20ml 入れていきます。そして業務スーパーで買ってきた安いカステラですね、これでいいです。タッパーの上にですね、コーヒーをまず入れまして、その上に安いカステラを敷き詰めていきます。そしてまたコーヒーを入れてですね、このコーヒーをカステラに染み込ませていくという、そういう作業をしていきます。そして次にですね、用意していただくのが、このね、裏面もしっかりね、染み込むように、まあ、べちゃべちゃになるぐらいでいいですよ、ちょうど。そして次に用意するのが、ボウルを3つ用意します。まずは生クリームグループと卵白グループと卵黄グループ、この3つをですね、分けまして、それぞれに混ぜていきます。卵黄グループにグラニュー糖 30g 入れまして、ウィーンとしていきます。次に卵白グループにもグラニュー糖を入れて、ウィーンとしていきます。卵白グループのグラニュー糖はちょっとずつ入れた方が混ざりやすいです。だいたい8分立てぐらいですかね、9分。あ、生クリーム、これ気をつけてくださいね、飛び散ります。ちっちゃいボールでやると確実に飛び散りますので、できるだけ大きいボールでやるようにしてください。そしてあとは混ぜていくだけ。卵黄グループに生クリームとマスカルポーネチーズを混ぜていきます。そう、こうぐにゃぐにゃと混ぜましてですね、最後に卵白を入れてさっくりと混ぜます。そしてあとはですね、ちっちゃいカップにカステラ、コーヒーを染み込ませたカステラと先ほどの、クリームですね、こう重なるように、層になるように、入れていきまして、最後にココアパウダーを振って完成でございます。ということで完成したティラミスでございます。あー、美味しそう。今回はどんな感じになってるでしょうか。うまいな。うまいですね。そうですね、130点といったところでしょうか。はい、まあ、だからね、これもう冷蔵で寝かした方が美味しいのは美味しいと思うんですけど、冷凍してもいいですね。アイスみたいな感じで、アイスティラミスみたいな感じでも楽しめます。はい、ということでいかがだったでしょうか。ティラミスを改めて作ってみましたが、もしよかったら参考にしてみてください。ということで本日はここまででございます。どうもありがとうございました。